愛について語って嫌われろ。あとさ、愛について語っていいじゃん。愛について。もう最近ね、視聴者から、もう恋愛相談みたいなの、本当に、まあ、好きじゃん、みんな。恋愛相談っていうかさ、こういう時どうしたらいいですかっていう。もう一個、もう完全に俺のテンプレを授けるから、もうそれでみんなやって。まず、女の子をデートに誘うとき。なんで誘うの、みんなは。なんで誘うの、女をデートに誘うとき。なんで誘うの。ご飯行こうとかね。もう違う、もうそれがもうそもそも間違い。何日遊びませんか。何日遊びませんかって誘うわけよ。で、何日無理。もう一回誘うわけ。じゃあ、この日は週末はみたいな。二回誘ってダメだったら、もう相当嫌われてるから。もうそれは、まあもう、LINE をしなくていい。お前嫌われてるよ。よっぽど、ね、お前泳がしてるのがいい。でも本当に、じゃあ遊びますってなったら、どこ行けばいいですかってなるでしょ、みんな。どこ行くかなんて決めなくていい。じゃあこの日ね、でも話終わらせていい。でも向こうから聞いてきた場合は、あ、その日までね、俺ちゃんと考えとくよ、で終わり。もう絶対、もう内容に関しては絶対触れない。で、当日会いました。当たり前のようにタクシー乗っけて家連れて行こうとするけど、当たり前のように連れて行こうとすんの。じゃあうち行こっかって。で、そのまま連れてきて、そのまま何も言わずに女が家ついてきたらもうセックスできるから何も考えなくていい。お酒飲まして、エッチすればいい。で、セックスの後に俺の放送つけると。こいつ面白いんだよ。で、もう完結ね。ただ、えって引く女がいるじゃん。引く女がいた場合、家とかマジ無理ってなった場合は、冗談だよ。予約取ってあるから行こうって言って、あらかじめ予約取ってあった、ちょっと高めのレストランに連れて行く。もうそれ以外はするな、お前ら。オリジナルはいらない、お前らの。もうどう考えても俺が今まで何百人と女と遊んできて、それが一番確率高いから、で、あ、なんだ、予約取ってたんだ、この人。ちゃんとしてるってなるじゃん。で、いざ、女が家来ました。もう連絡なんかしなくていいから、店に。食い物にしよう。非捕食者側に回るな。ほんなら、もう、ドタキャンしろ。キャンセル料なんていらねえから。それで俺は、女と遊んできたんだよ。もうそれ以外に考えるな、もう。絶対で逆、でも向こうがどっか行きたいってなった時は、それにね、行ってあげればいいじゃない。二回目以降の話だよ。二回目以降。キャンセル料が気になるんだったらもうあれすればいいじゃん。電話すればいいじゃん。すいません、ちょっと今日行けなくなっちゃいましたって。もういいよ、それ。だどっちに転んでもすげえ良くない？家来ちまえばもう、カウパーじゃん。もう家来たらみんなもカウパーでしょ？ねえ。家来たらみんなもカウパーじゃない？で、ダメだったダメだったで、あ、ちゃんと予約取ってるんだ。なんだ、冗談か。意外と、やる男ねって。で、ちょっといいレストラン連れて行けば、やっぱ、あ、なんかそれなりにいいレストランだねって。そこでやって、で、実は、本当にね、さっき、冗談で言ったけど、本当に家来てほしいんだよねっていう、その、巻き絵にもなってるわけ。その、起承転結の結にも繋がってる、その木が。さっきは、照れて、言えなかったんだけど、本当にちょっと家来てほしいんだよねって、ちょっとゆっくり話したいんだ。っていう、そう、ちゃんとその、クロージングまで抑えた上での、巻き絵だから。もうそれ以外考えちゃダメだよ。そのストーリーが大事だから。でもキャラに合わない人はどうすればキャラに合う合わないね。もうこれもうスタンダードだよ。もう極意だよ。ガクトじゃ教えてくれね。あんなのガクトがあったらさ、でガクトってだけでモテてんだろ。俺別にモテなかったし。俺未だかつてモテたことないし、全部自分から全てアプローチしてるから。もうやってこれで。もうこれで、金輪際俺に恋愛相談してこないでね。ちなみにゴロちゃんは全然違う方法で。カラオケ行って弱した勢いでやったそこで。渋谷のなんだっけな、そこ。渋谷のパセラでいいじゃんっつって。俺クラスになるともう一個上行けるから。お前らまだ早いから。それで、ちゃんとね、レベルを重ねてから、そっからだな。はしょれる部分があるから。はしょれる部分が。まだみんなはしょっちゃダメ。基本に、素振りから始めてくれ。素振りから。
始めてくれ。2回目以降、お前、2回目以降も決めてやらなきゃできないんだったら恋なんかすんじゃねえよ。お前、甘がみしとけよ、そんなんだったら。攻略サイト見ながら。てめえ1回遊んだ女と、2回目どこに、そう話すりゃいいじゃねえ。なんで2回目のデートまで俺がエスコートしてやらなきゃいけないんだよ。お前、このテクニックは俺20歳の間ずっと10年かけて付き合ったテクニック、培ったテクニック、お前、無料で解禁してんだぞ。無料で。金取るぞ、金。使いやすいだろ。やってみろ、それで。やってみろ、黙って。嫌われてる時はどうしたらいいの？諦めればよくない。嫌われてる人間にね、無理でしょ。大抵もうこんなのひどいこと言っちゃうと、どんなに嫌われてても一回エッチすれば、絶対自分のこと好きになるから。女って建前大事にするから、私が体を許したこの男がしょぼいわけないっていう、オナキでも好きになれるから。そういう補正が入るからな。なんとかしてエッチするんだよ。好きな女とは。どんなことがあっても。で無理やりやれってわけじゃねえぞ。うん。みんなに教えとくから。大事に使ってな。もう俺は次のステップに行くからじゃあ。次のステップに。これ若者が多いからね。みんなデートの誘い方ほんとどうすればいいんですかって本当に多いんだよ。で、しまいに振られて、そんなクソみたいな誘い文句で誘って振られて自殺するみたいなさ。特別だぜ。特別。生理中どうしたらいいか教えてくれ。ね、コンドームしてってすればいいじゃん。コンドームして。そうなんだよね。なんかさ、女の子とエッチするときってさ、4分の1生理じゃん。だいたい。4週間あって、そのうち1週間生理じゃん。って考えるとほんとミラクルだよね。4分の3しかチャンスないんだよ。ただでさ、心許してる相手ですら4分の3なんだぜ。経験人数って俺3分の4倍していいと思うんだよね。生理だとさすがにできないから。無理無理。ゴム外れてガタガタ言ってたらどうすればいいの？知らねえよ。なんでお前のそこも、俺がお前のアフターケアしてやんなきゃいけねえんだよ。てめえで考えろよ。てめえで。